ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回何をするかなんですが、今回はね、みんな大好き物理エンジンを使ったゲームで、自分で作ったマシンでね、ステージをどんどん攻略していくタイプのゲームになります。それじゃあ早速ね、プレイしていきましょう。ステージ1、南の小屋。今回はどうやらここにある小屋、これを破壊するのが目標のようだね。で、ここに緑色のブロックがあって、これに、下にあるパーツを組み合わせてマシーンを作って破壊しろっていうことのようです。これどうするかっていうと、ここにこうやってブロックをつけていくんだね。でこれでまあ骨組みができたんで、ここにタイヤをつける。そうするとまあ簡易的な作りながら車ができたわけだ。で、三角を押すとこうやって走って再現、ぐしゃ、はい、クリアできました。こうやってね、自分のマシーンを作って物理演算を駆使して壊していくゲームになります。はい、次はこの風車小屋を壊せっていうことみたいだね。とりあえずこのまま行ってみようか。なんか行けるんじゃねえか。ほら、あー無理だった。高いところにあるから届かないみたいなことなんだね、これね。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっとこのロボを、改造して壊せるようにやってみようか。どういう風にすればいいかな。高いところにあるっていうことなんで、まあ、これちょろいですね、正直。できました。前方にですね、ハンマーのようなものを作ってみました。これであの風車をバチコーンとね、壊す計算です。さあ行くぞ。スタート。さあ行けるか？あー、届かない！ちょっと待てよ。こう曲がれればいけるんだけどな。曲がる機構がついてない。直進しかできないから全然届かないですね。もうちょっとの長くすればいけるかな。もうちょっと長くしてみよう。だんだんバランスが悪くなっていってるけど。だから分かりました。完全に分かりました。前方のハンマーをでっかくすればいいんですよ。だからこれ。こうやって。これなら届くでしょう。へへへへ。いきます。あーあ、いける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 いけいけ、よっしゃーバランスくちゃくちゃだけど、なんとかいけました。え、2面ですでに相当難しいんだが、僕のスーパーハンマー号、なんとか2面をクリアすることができました。はい、次。あ、これはなんだ、風吹く古戦場。あ、これはここに到達しろっていうことみたいだね。これいけんじゃない。ちょっと前方が重すぎるからな。スーパーハンマー号ショーでいきます。はい、発進。スー、これ大丈夫かな。あ、なんか羊がいる羊が集まってきた。あー、すまねえすまねえ、っていうかめっちゃタイヤに挟まってきた羊たちが。なんで寄ってくるんだ。寄ってこなければ死ぬこともなかったのに。あー、トゲみたいなやつ爆弾だったんだ。羊も死んだかも。ちょっと待てよ。ここでちょっとチュート見てみましょうか。地雷を踏んじゃったみたいなんで、ステアリングヒンジっていうのを使えば、方向転換ができるみたいなことかな、これ。ちょっと方向転換やってみようか。まず、この車体をちっちゃくしていきます。はい、できました。ここにあるヒンジっていうのが、なんかこう、前輪の向きを変える機構みたいだね。いけるかな？あ、ちょっと曲がれるように。あ、だ、だ、でもだいぶ操作性悪いな、これ。羊を引かないようにしないと。寄ってくるからしょうがねえよな。よーしよしよし。はい、いけました。オッケー。なるほどね。こうやってちょっとずつ、なんだろう、動きの幅を広げていくんだね。次は、城壁の町。今度は何をするんだ？次は、この城壁の向こうにある、この小屋を破壊しろっていうことみたいだね。あ、だからあれか、運転できる車であそこまで行けってことだな。任してください。もっとでっかいマシンにしよう。今回はでかい方が強いと思う。基本的にこういうゲームってでかいマシンが強いはずなんですよ。僕の理屈だと。超でかくします。壊すんだから、でかきりゃでかいほど有利なんですよ。常識的に考えて。はい、できました。最大規模までマシンでかくしてみました。このサイズならね、もう全てを乗り越えていけるはずです。さあ行くぜ。あ、なんか安定が悪い気がする。大丈夫か、大丈夫なのか。あ、なんか矢が飛んできてる。あ、え、待て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 、今気づいたけど兵士がいる。ここに兵士が矢を飛ばしてきてるんだ。でも僕のこのサイズなら、あー、ハンマーが壊された。いかん、俺のハンマーヘッド部分が、待て待て、後輪が壊された。でもまだ進める。でかいから、でかいから進める。強い。サイズは正義だった。ただ目的地の小屋がここなんだけど、ここまで行けないですね。どっかあさっての方向に向かい始めてしまった。ちょっと、なんとかなんとかなんとか近づけ、近づけばいい。後輪がまだ動いてる。後輪が後輪で動いてるんだけど。
トカゲの尻尾みたいに連動して動いててめちゃくちゃ気持ち悪い。よし、いけるぞ。さあ、壊せ。あ、登れない、登れない。ハンマーがないから壊せない。くそ、やり直した。ちょっと壊されちゃったのが問題だったんで、スッといきます、スッといきます。さっさと行く。いいよ、小回りも効く、サイズの割に胴体スッてる感じがちょっとするけど。よし、いけるぜ。ほら、あ、ハンマー届いてねえ。ちょっとハンマーが届いてないんだけど、ここのハンマーが。もうちょい強引に行け、強引に行け、いける、なせばなる。ダメだダメだ、登れない。くそだ。ダメだな、大は小を兼ねないのかもしれん、もしかして。ああ、よしよし、ハンマーが落ちたことで壊れたぞ。こや、あと1個、あと1個、前輪が1つやられてしまったようだな。しかし、引きずれ、引きずっていけ。ああ、どんどん壊れていく。手追いの虎や、手追いの虎。でもあと1個だよ、あと1個だよ、いける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 、いける。後輪が壊されたらやばいけどな。だあ、やばい、いけるぞ。よっしゃー。やりました。はい、大は小を兼ねるのだ。物理演算っていうのはね、こう重量が大事なんですよ。何これ、女王の兵士たち、あ、兵士の 70% を倒せたって。これ、この辺に兵士がいっぱいいるんだ。こうやって、これもこのまま倒せるんじゃね。なんだったら行ってみましょう。はい、スタート。さあ行け、マンモス号、ほらー、お、強い、めっちゃ強い。サイズは正義やった。血まみれなんだ。思ったよりグロいゲームだな。いいよいいよ、よし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 。あー、まずい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 、胴体がやられた、胴体が。まだまだ後輪が残ってるから、後輪で殺そう、後輪で。まだいける、まだいける、まだいける。よし、もうちょいもうちょいもうちょい。後輪強えな、後輪だいぶ強えな。あ、前輪もまだ動いてるし。あ、もう動けない、動けなくなってしまった。クソ、ダメか、ダメなのか。割と良かったんだけど、あとちょっとでダメでした。何が悪かったかな、防衛がちょっと薄かったかな。ちょっと補強しましょうか。あ、わかった。これ作り自体がだから良くないんですよ。完全に分かってしまいました、僕。まずですね、普通に車を作ります。作動する部分。そしてここに、このままだとね、壊されちゃうんで、ここに、こうやって、鉄壁のガードを作るんですよ。これを反対側にもつけていく。なんか重くて車体動かないんじゃねえかっていう説もあるんだけど。ちょっと、思ったよりだいぶでかくなっちゃったな。最強のマシンが今生まれようとしています。あれ?なんかちょっとおかしいですね。左と右のバランスがおかしいですね。ちょっと間違えたな。なんかテラテックでも似たようなの作った覚えがあるな。なんか設計思想がなんかちょっと似てる気がする。はい、完成しました。題して箱マシーンです。この箱マシーンですね、中に車の機構があって、外側がね、箱という斬新な機構になってるんで、絶対に兵士の攻撃は中の機構にたどり着きません。さあ、いけるんでしょうか、行ってみましょう。さあ、行くぞ、ゴー。おー、なんかちょっとグニョグニョしてる。いけー、いける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 、全然いける全然いける、強い。あー、全面が壊れた、全面が。全面が壊れて、むき出しになってる。やばいぞ、やばいぞ。いけんのか。よしよしよし。ちょっとこのままあれだ、ケツを全面にして進んだ方がいいな、これはな。タイヤ壊されたら終わりだからな。あ、まずいまずい。横が壊れて、干渉してタイヤに挟まって動けないでいる。箱マシンが。っていうか、内部に兵隊に入り込まれつつある。ちょっと。やめてくれ。どいてくれ。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。鉄壁の守りのはずが。あ、でも、あとちょっと、クリア条件まであとちょっとだ。くそ。なんか分離記号が欲しかったな。ボタンを押したら、このガードが全部取れてタイヤだけになって、っていう機構が欲しかったですね、ちょっと。さあ、でも悪くないぞ、悪くないぞ。もうちょい。はい、クリアできました。来た、これ。僕の考案した箱機構最強でしたね、やはり。さあ、次は対象を一定数運べ。何、運べ、箱だけど。どういうこと、運べって。あ、これか、鉄鉱石って、これですね。これをここまで運べっていうことみたいですね。絶対運ぶのに適した機構じゃないんですけど、これ。ちょっと行ってみますか。はい、行くぞ。まずはとりあえず箱号でいけるかやってみます。
にゅーん。まずあんまりまっすぐうまく前に進めない、これちょっとそのことに気づきました。こう体で体当たりすればいけそうだけど、あ、もう壊れたあ、でも1個は乗ったみたい。でもう1個これですね。無理かな、ちょっと無理かもしれないですね。いや無理だな、全然そういうようじゃないもんで、なんか壁できたけど壁あ、意外といけそう、意外といけそう、あ、いけんじゃない、このまま鉄鉱石落ちてくれれば。来た、やったなんかいけた箱でいけましたうまいこと機能してた次へズルみたいな感じだけどいや強いじゃん、なんかかっこいい名前つけたいな、この箱マシーンに。 XBOX と名付けましょうXBOX 強いじゃねえか。次のステージはなんだ、破壊せよ。あ、これを壊せってことみたいだ。なんかかなり高いところにあるね。高さには自信がないからな。いきます、まずは行ってみる。いけ XBOX、 新型 XBOX、 いけ、ビーム撃ってくる、まあ、焼けてる焼けてる、箱が焼けてる、やめてくれどういうこと、絶対無理だよ、丸ごと焼き尽くされたんだけど俺の XBOX 命名した直後なのにマイクロソフトに怒られる、ビル・ゲイツが黙ってないわこんなの。え、何これ、どうすんのじゃ。え、なんかすごいさ、原始時代みたいななりしてビームってきやがったぞ。なんか使えるパーツの数とか増えないのこれ。あ、いろいろあるよ、パーツいろいろある。なんか僕基本ブロックしか使ってなかったけど、いろいろありました。なんか武器ってあるよ、武器、武器使おう、どれがいいかな。はい、できました。武器という項目の中に、ドリルを見つけたので、ドリルを5機つけてみましたこれであの石の板をね砕いてやりましょう。さあ行くぞ、 XBOX、 新型 XBOX だな、なんだろう、 XBOX1 です、行きます。さあ行けんのか、さあ行けやれ、やっちまえ、ほら当たってない、当たってないんだけど、あー、おられた、ドリルおられた、なんでだよ、ドリルが、ドリルが、くっそ、ちょっと待って待って待って、これなんか構造に問題があるんだよ。だからこれ、この前が使えてドリルが届いてなかったんで、ちょっとこれをなんとかしよう。ちょっと防衛機構がなくなったんだけど、前面の一番守らないといけないところがなくなったけど、これでは届くはず。で、あとね、前の部分がグワングワンしてて弱かったんで、ちょっともうちょっと補強したいですね。よし、これで補強できたことでしょう。さあ行きます、新型 XBOX です。さあ行くぞ、打倒ビル・ゲイツ、行けいけそう、いけそう、いけそう、さあ行け、よっしゃやりました焼けてるけど相打ちだ、グエ相打ちでした粉々になりました。制圧完了って書いてあるけど、こっちの方が制圧された感の方が強いなもう名前はね、 XBOX360 に改名します。無事やれたんでね、このゲームだいぶ面白いな。次、粗末な砦、この砦を爆発物を使って破壊。爆発物？武器にあるかな？爆発物、ボム、ボムってあるね。接触すると爆発する、石レンガを壊せる唯一のブロック、これか、これだな。はい、できました。ドリルの下の部分にですね、触れたら爆発するボムを5つつけておきました。これでですね、全面が触れることでこの要塞を破壊できるはずです。さあ行くぞ、 XBOX360 with ボム。あーちょっと待って、ちょっと待って、何かがおかしい、何かがおかしい、ちょっと待ってよ、待って待って、ちょっと待って、今何が起きたかもう一回リプレイしてみましょう。何かがおかしかった。いきます、せーの、3、2、1、はいボムがさ、ボムが、あ、ボム浮いてるもんだって。これ使い方が違うんだ、だからこれ。ボムは何かにこう、接続しないとダメなんだ、多分。自爆技みたいになってる。ボムを発射する大砲みたいなやつがあるんじゃないの、これ。グラバー。これか？これかな？切り離しってあるよ。ちょっとやってみましょう。これ V で切り離しができるらしい。あー、なんかくっついてる感ある。さあ、行きます。GO! お、いいよ、この状態で近づいていく。で、この状態で V! 行くよ、せーの、あっち、前に出て、V! だあ、でも制圧完了らしい。制圧、すべてが、すべてが破壊された。
これ本当にクリアなのかよ。次のステージへ。どんどん Xbox 強くなっていってるな。あ、来たぞ。戦場の 90% を破壊せよ。僕の好きな面来ましたね。こう兵を倒してこのキャンプを壊せばいいんだ。なんか敵大砲も持ってるけどいけるかな。ちなみに僕の Xbox 号なんですが、前面の守りが薄くなってしまいました。ちょっと補強し直そうか。はい、できました。前面の補強をねし直しました。爆弾の部分開けてね。さあ行くぜ。いけ Xbox360。 うわダメだ。あの爆弾に何かが接触したんだ。これちょっともう一回行ってみましょう。さあ行け。ダメだ。自分の爆弾耐えられなくて無理だ。あ、矢が刺さってんのかな。ここにアーチャーいるからね。ダメだな。ちょっと武器変えましょう。武器っていうか全体的に変えた方がいい。まずもう爆弾はいらないな。新たな武装が必要なんですよきっと。はい、できました。はい、前面にですねフレームスロワーという火炎放射器っぽく見えるものをつけてみました。さらにサイドには回転ノコギリもつけておきました。さあ果たして炎は出るんでしょうか。Y で炎が出るはず。いきます、ゴー。そして火炎放射きたー。最強だろう。うらいいよ。あ、焼けてる焼けてる焼けてる、車体が焼けてる。あ、でも成功だった。そりゃそうだよ。 100% 木の骨組みなのにそんな火出したら自分が燃えるわ。次は、あ、これを壊せってことみたいですね。え、これ高さが届かないけどどうするんだ。あ、何かを発射しないといけないんだ。これきっと発射機構みたいのあったっけな。クロスボウとか、あ、キャノンがありますね。硫酸弾キャノン、これ行ってみましょうか。ちょっとつけられるとこがないな、ドリルのせいで。ドリル気に入ってたのに悲しいぜ。ロマンが失われてしまった。だが新たなロマンを詰め込むのだ。これだな。あー、これはロマンだわ、どう見ても。はい、できました。今回はですね、高いところにあるオブジェクトを破壊しろということだったので、上の部分にですね、硫酸弾キャノンというのを大量に、つけてみました。ついに遠距離攻撃できるようになりました。早速行ってみましょう。さあ行くぞ、ゴー。前進して、行きます。3、2、1、撃て。なんか拡散法みたいになった。勢いで自分が壊れて何も起こらなかった。じゃあもう一回。ちょっと待って、こっちから見てみよう。3、2、1、撃て。あー、わかりました。仕組みがわかりました。射程がめちゃ短いんだこれ。だから違ったな、これじゃないな、これじゃ無理だな。いや、どうする、これ階段を登っていくか何かを打ち出すか、どっちかですね。明らかに階段登れる図体じゃないんですよね。どうすればいいんだ。あ、これか、炸裂式ロケット弾、これいけるかもしれない。いいよ。はい、できました。今度は炸裂式ロケット弾を、設置してみました。さあ行くぞ、開始、撃て。あー、おうまくいった。なんか流れ玉が当たって壊したんだけど。これクリアでいいのかな。ちょっとなんか疑わしきクリアだったけど、たまたまクリアできました。はい、というわけで今回はね、物理エンジンで動く自分だけの最強ロボでステージをクリアするゲーム、ビシージをお届けしました。いかがでしたでしょうか。かなりね気に入ったんで、どんどんね続けていこうと思います。パート2お楽しみに。というわけで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。